まあその線路以外は何もないというかね、まあ結構荒れた感じではあるんですけど、まあ、しかしこうしてその配線オブジェ的なものを楽しみたいというマニアの方にとっては面白いんじゃないでしょうかね。ですからじっくり探すと意外とね、その面白い風景が出てきそうな感じがしますね。ということで、坂穂駅周辺のね配線跡でした。以上です。画面中央にね、プラントのようなものは見えますね。この小西採石さんは未だにやっておる会社でして、もしかしたらこの道かもしれませんね。これが線路跡だとしますと、さっきの踏切はこうやって抜けてきたんですけど、何かレールっぽいなんか鉄骨が刺さっておったりとかということを考えると、この辺から線路が分岐していたという可能性はあり得るということです。中央にね車止めがあるわけですが、この線路がいわゆる小西採石線用の線路です。まあ、この小さい川をねこういくつか渡るわけですが、岐阜方面を見てますね。ここで一応ヤードが、まあ、収束すると言いますかね、この中央の線はもうないですよね。でここで高山線は一本になっているんですが、要はこの辺の空き地ですね。ここを通りまして、中央の森のようになっている部分を抜けて、小西採石の方へ行くということになりますね。これ周囲栗畑なんですね。向こうに坂穂木駅があって、さっきね橋の上から眺めておった線路というのがこの辺になります。完全に埋まってしまってますけど、しっかりとあの物自体は残ってまして、この一番手前のこれですね、おそらくこれが小西採石行くやつじゃないかと、後のものは入れ替えヤードかなっていう感じで、この道ですね、これを採石場までね、行くということですね。なんか今にも列車がねやってきそうないい雰囲気でしてますよね、これね。なんかこのプラントも非常にこの豪快な感じですけども、
線出入りと書いてあるんですね。あれ、そうですね。先ほどの車庫がね、太平洋セメントのスイッチャー用、そしてここが電化セメントの車庫という感じですかね。あの小型機関車はね、何台かいたそうなんですよ。ですからおそらく機関車がそれぞれね、会社でその持ち分と言いますか、所有権があったのではないかと。この電化セメントの工場は今日はね、やってないんですよね。非常にこのね、車庫自体は立派で、あの未だに残ってますね。レールも残っています。この工場は太平洋セメントとあるんですね。で現在もね、まだあの事業やっておられまして、あのトラックがね、トラックというか、まあタンクですかが入ってきていましたね。この前方にもね、2本ほど途中で切ってある線路がありますね。もう一回見渡しますが、こちらがですからね、なんかの会社です。全部で3つ会社があるんですね。でここでまあヤードの一つが切れており、踏切があるんですけど、この踏切が非常にね、まあ違和感がある踏切でして、本来この私が今立っている場所は線路が2本あったんですね。ですから入れ替え列車が走る、まあここは開かずの踏切っぽいものになっていたと思われまして、この高山線の線路のみが現在生きている線路になりますね。そして坂堀駅の前方で Y 字分岐するということになりますね。この工場内まで線路は伸びてきておりますが、どの辺で切れているのかはちょっと不明ということでね、まあ、あの立ち入り禁止ということになってますんで、まあ、これ以上ね、中へ入って確認することができないと。踏切がまあ今鳴ってまして、駅に列車がいる状態ですね。この、なんですかね、ここがまあヤードなんですよね。まあそこで線路が切れてるということですね。坂保木駅からね、岐阜方面の方へやってきました。これが一番端でして、現在太平洋セメントとなっておりますね。でここまで来ますと高山線は単線になっていますが、本来この踏切はヤードの中でしたので、このようにですね、まあ、ここ線路が切ってあるんですが、こちらの方がまあ現太平洋セメントのまあ専用線と。そしてこの辺りまで線路は本当はあるわけですね。ですからここにまあ遮断機があると。そしてこちら側は、おっとっと、出まして、
まあ、正直3つほどこのセメント会社あるんですが、まあ、どこの会社の線路かですね、このどういうふうに敷地がその所有権があるのかはもうわからないですね。この場所が坂保木駅の、あのホームの先端なんですね。で、これあのホームの端なんですけど、この草むらの中に線路があると思います。そしてこれがまっすぐ行って高山線に合流するものと、その隣にも何本かあるんですね。で、このヤードが、まあ、最終的に縮まってって高山線にくっつくものと、この並走しながら小錦採石ですね、という工場まで、直進していって左折するというね、そういったものがありまして、まあ、この敷地はですからね、小錦採石さんのヤードになるのではないかと想像されるのですが、ちょっとこの辺埋まっちゃってるもんですからわからないんですが、ただ私はこれ現役で時代のね貨物の入れ替え見たことないんでわかんないんですけど、こちらの方向へ持ってって本線に貨物を入れていたのか、向こうですね、あの鵜沼方面の方で本線に貨物を入れていたのか、多分両方から入れる仕組みにはなってると思うんですけど、実際の運用はあの見たことはないですね。まあ、この草むらの下ですね、線路がありますが、この辺はしかし草刈りをやってある形跡があるので、まあ、変な話ですが会社ごとにねそれぞれ縄張りがあって、一応自分家だけはちゃんとやろうっていうね、あのそういうことになっているのかもしれませんね。何かこの工場の中でね、フォークリフトのようなものが動く音がしてますので、この目の前の電化セメントという会社はまだ事業をねやっているんじゃないかと思いますね。やっぱり従業員の方もあの来てますね。土曜日なんですけど、まあ仕事はしておられるということと、まあこの辺のヤードもなぜかね木が大きい木はあるんですけど、草刈りをした形跡もあるということで、まあちょっとどのようなね活用方法を考えているのかは全くあの不明という感じですよね。まあ毎度ね紹介しておるんですが、このようにですね線路の間から樹木が伸びてしまっているということですね。ここが廃線になってからおそらく15年から20年ぐらいですかね、経っているのではないかと思われます。この線路がいわゆるこの坂保木駅のホームのすぐ隣ですのでね、ですからもしかしたらこのホームですね、このまあ、ホームの一番隣ですか、今現在こちらですね、高山線使っております2面とこの線路ですね、一番右でね、その隣ですね、この柵の下、ここまでは国鉄の所有だったかなという感じはしますよね。そうすればまあ、あの両方使えますのでね、列車交換もできるしということですかね。ここにポイントもありますし、この車庫ですよね。現在ホームの、ね、先端の方から鵜沼方面を見ていますね。一番奥が確か小野田セメントだったと思いますね。そしてこちらの方にもなんかです、これはね、なんとかセメントがあって、まあ完全にね草に埋もれてますけど、
未だに線路があると。問題なのはこれ3つの会社の専用線になってますんで、どうもそのそれぞれの線路にその所有権があると言いますか、まあ共通して使っていたとは思うんですけどね、どうしても入れ替えをやるときにね、この編成を作らなければいけませんので、ね、うちの線路を勝手に使うなとかどうとかそういう話はできないですよね。ですからおそらくまあ私の想像ですが、まあ昔からありましたので、なんていうんですかね、国鉄の機関車も入っていたと思いますし、まあこのそれぞれのね、セメント会社がみんなでね、共通に使っておったんじゃないかと、まあ、そういう想像がされますね。この車庫みたいなところにね、スイッチャーが入っていたわけです。今週もですね、坂保木駅の方に来ておりますね。先週はですね、この駅のホームの右ホームの先端というんですかね、そちらのから小道がずっと前方に続いておるんですが、これがですね、あのパジェロ製造まで行っておったですね、配線跡だったんですね。で、今日はこの右側ですね、そちらの方を見ていきたいと思うんですが、まずこれ伏線になっておるんですが、その先単線になりますね。美濃加茂方面を見ていますが、この前方に小西採石という採石工場がありまして、そちらの方までですね、この左手のヤードが続いていたということですね。ではこういったあの工場まで続く専用線の扱いですね、まあ、どういうものかということなんですけども、これはですね、あの旧国鉄や JR の敷地ではなさそうですね。どうも、まあ、そちらの方のね、工場の専用線という扱いになるそうです。そういうわけでこの真下ですね、これ夏の間雑草で見えなくなってるんですが、線路があるんですね。でこういったそのヤードがなぜ放置してあるかということですね、私の不思議に思っておったんですが、結局ですね、こちらの方にあります工場群ですね、こちらの、まあ、持ち物ということになるわけですね。ちょっと列車が来たので見てみましょうね。美濃田の方から普通列車が来ましたね。前方の山が白山という山だそうですね。そしてこの右手に、まあ、このサイロのようなものが複数あるんですが、これらがセメント会社ですね。一番手前が電化セメントですか。でその奥がですね、小野田セメントだったかもしれません。でもう廃業しているかもしれないので、正直そのまあ、どちらの、その何ですかね、会社かということは現場行かないとわからないですけど、まあそういうことですね、3つほどですね、まあ、セメント会社の、まあ、敷地までですね、線路が行っておったということなんですね。というわけでこの右手のですね、この非常にこの広い敷地のヤードには、スイッチャーという小型機関車がおり、DD51 が運んできましたタンクなどですね、それのやり取りがまあ長年あったのですが、まあ、現在はこうしてね、まあ廃線でしょうね。そして、
このような状態になっておりますのは、ここがまあその旧国鉄 JR のまあ敷地ではないと、専用線なのだということなんですね。